昨年11月28日と29日の2日間、第5回木本杯スポーツ少年団軟式野球大会が開催されました。地域貢献を企業目標に掲げる株式会社木本三重工場主催のこの大会。今回は地域の子どもたちのためにと計画が進められてきた木本球場が昨年10月末に完成し、新たに大会会場として加わり、白熱した戦いが各会場で繰り広げられました。今後この球場をホームグラウンドとして使用する地元北西町の豊代スポーツ少年団は木本球場第1試合目で登場。相手チームの隙を突く試合展開で圧勝し、記念すべき第1戦をものにしました。株式会社木本代表取締役社長木本和信さんは、今後は木本のアメリカ工場がサポートしている少年野球の選手たちとの日米交流戦も実現したい、5年先の10回大会優勝チームをアメリカに招き交流試合を企画するなど、より大会の幅を広げていきたいと話していました。今大会の結果はご覧の通りです。